さあ、このね、右の方を見てください。こちら。チャンネル登録者数が700人を突破してます。よ、めでたい。ね、チャンネル登録者数700人突破いたしました。もうこれも一重に登録してくれた皆さんのおかげなんですけども、今回はチャンネル登録者数700人突破記念、新しいアナリティクスということになります。はい。ですけど、前回とは違って、上り上司というよりはね、今回はね、下り坂の、オワコンぶりをね、余すところなく、明らかにしていくような、そんな感じの動画になります。ちょっとしょんぼりな感じですけど、まあ、仕方ない。ほら、こうやってね、足元でもうちょっとぐらついてる、チャンネルの根幹である再生数とかが揺らいでるというね、そういうところをね、アナリティクスで見せていければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まずはアナリティクスの画面を表示して、アザラシを右下に置いて小さくしておきましょう。ということなんですけども、ほら、見てください。もう見たらすぐわかる。この右下がりっぷり。右下下がりっぷり。もう再生、視聴回数がこう、この辺ピークに下がっていくでしょ？で、再生時間も、まあ、下がってますわね。半分ぐらいになってる？一番いい時の半分ぐらいになってるかもしれない。半分以下ですね。ダメじゃん。ダメなんです。もうそれは分かってることです。分かってることで。チャンネル登録者数とかも、まあ、105ではあるけども、この辺の貯金、8月頭とかの貯金が、まあ、だんだん切り崩されて、この辺ではもう本当に0とか1とかそれぐらい。マイナスになってないだけで御の字っていう、そういう状況が来ておりますね。先週700を超えたんですけど、700超えてはいいものの、まあまあそこからも伸びずって感じですね。いやー、下手したら8月中に700いけたいなと思ってたけど、いけないかもなっていうぐらいな感じで、今709ではあるんですけど、まあ、落ち目ですね。落ち目ですね。まあ、簡単に言えば、この動画の伸びがちょっと鈍化してきているということなんですよ。まあ、主にこの動画の再生数が、90秒ドローイングっていう、この動画の再生数がうちのチャンネルの、まあ、ほぼ全てを牽引してきたと言っても過言ではないんですけど、ほぼこの波形がね、ね、総再生数と、多分、平行というか、相関を持つような感じなんですけども、これがね、もう、このあたりがずっと下がってます。下がりっぱなしです。なんで、まあ、こうもなろうわなと、なろうかなという感じですね。だからまあ、引き上げてる動画がうんぬんで下がってるとか、そういうことではなくて、単純にこのあたりの動画の伸びが悪くなっているという感じですね。まあ仕方ないんですけど、やっぱちょっとしょんぼりしますね。で、公開後、28日間も見てみると、これもちょっとやっぱ下がってますね。2番目に再生されてるこれもちょっと下がり調子。で、30分通り男の人編、こちらもちょっと見てみましょう。これも、下がり調子かな。まあ、下がり調子ですね。下がり調子ですね。だからまあ、ドローイン系がもう軒並みね、やっぱちょっとこう、まあ、家、引きこもってるっていうタイミングじゃなくなってるっていう感じで、コロナでね、自粛してたけど、まあ、家で作業するよりは、外で作業しようかっていう人が増えてきたんでしょう。ということもあって、下がり調子って感じですね。これは伸びてんじゃないかな。これはまあ、伸びてますね。クラピアは伸びてますね。音が特に伸びてますね。まあ、全体的に言えば、ドローイン系が下がってるなっていうぐらいのもんで、多分、こういうあたりもあんまり影響はないとは思いますが、どうでしょうか。影響ないですね。むしろ伸びてるぐらいですね。あとは、どうでしょう。線画のやつはまあいいか。全体的に見ると、まあ、この辺とかは伸びかけてる。まあ。この辺とかが、まあまあ伸びてるのは嬉しいことですね。まあまあ。まあまあ。もっとなんか、人がこう注目してくれるコンテンツを上げていきたいんですけど、なかなかね、そういう時流をつかむの下手くそなんでね、恋プロとかはね、割と手応えを持ってあげてはいるんですけど、
まあまあ、やってるのはね、変わらないスマホのゲームの実況なんで、まあ、そんなにポテンシャル高いとは思ってるんですけども、ってな感じで、ちょっとね、まあ、700突破っていうところがあって、週末あたりに動画上げようかなと思ったけど、それもね、できないぐらいちょっと最近よく疲れてましてですね。平日朝9時から夜のっていうかまあ5時までの薬局実習なんですけども、その前後で1時間ぐらいチャリをこいで、その場所まで1時間ぐらいチャリこいで行ってるんで、もう、行って帰ったらもうヘトヘトで、ヘトヘトすぎて動画を撮る余裕がないっていう状況が最近続いてまして、で、ちょっとこう、ね、上げるペースも、クオリティも下がってるっていう状況です。この状況はね、多分、半年ぐらいは続くと思うんで、年内戦がかなり厳しいかなと、個人的に思ってます。年内チャンネル登録者数戦。いけたらよかったんですけどね、8月の、まあ、このあたりにこう、バーンと伸びていけばよかったんですけども、ちょっと、野球実習を打つすぎて、憂鬱すぎてね、何も手につかなかった。ここでね、気合い入れてね、クダの実況をね、なんか100本ぐらい取りためておけばよかったんでしょうけどね。そういうなんか、高い志の高さもなかったので、高い志の高さもなかったんでね。はい。まあ、こんな感じで。多分9月とかもね、そんなに、ボーンと伸ばせるようなこともないでしょう。かといってね、活動をやめるわけにもいかないんでね。わけにもいかない。なんか、それは良くない。それはしたくないって思ったりするんで。まあ、ぼちぼちやっていきます。ぼちぼち動画を上げていきます。まあ、またね、800超えたりした時には、またアナリティクスなり、記念動画をね、上げたいんですけどね、記念動画上げる余裕がね、まあ、気が向けばって感じですかね。やろうとは思っております。まあ、方針としては、まあ、クタをね、中心にね、あれはもう動画撮るのが非常に楽なんで、クターの動画を上げるのを中心にしながら、各週月曜日は野球つくをやり、木曜日かな、今は木曜日に、コイプロの実況をしっていう感じでやっていこうかなとは思いますね。まあ、コイプロはね、まあ、上げれば結構見てくれる人がいるっていう、そういう反応が返ってくるんで、まあ、コメントとかはないですけどね。まあ、上げれば見る人もいるのかって、まあ、やっぱそういうところ一番モチベーションになるんでね。クタは全然モチベーションも高くないのに続けちゃってるところが良くないのかと思ったりもするけど、まあ、これはね、自己満的なところがある。クタを全部やりたいっていうそういう欲があるからってなってるところがあるんでね。まあ、このペースはちょっときついですけど、まあ、これぐらいの感じでぼちぼちとね、やっていきます。はい。あとはまあ、大体アナリティクスいいかな、まあ、チャンネル登録者数を知ってますっていうところぐらいかな。早くね、1000行きたいですね。推定収益をね、出したいですね。出したいですけど、多分年内はちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。8月中700行かないかなぐらいのペースだったんで。まあ9月、10月、11月、12月、4ヶ月で300、多分行かないと思います。行ったら奇跡だね。行かせるために無理やり生放送するとかそういう手もあったりするのかもしれない。あと、個人的に最近のおすすめ。最近作った動画の中のおすすめはね、この、餅火をかけデニムのこのレモンっていうね、好きなバーチャル YouTuber の、ピーナッツくんのファミリーの一人のデニムくんっていうキャラクターと、あとはまあ、ポンポコさんのお友達の、餅火さんっていうね、餅火子さんのレモンを、こう、掛け合わせただけの動画なんですけど、この二人は結構関係性面白いですよ。これ右耳からデニムくんの声、左耳からもちひよこさんの声ということで、こうイヤホンをね、つけて聞くと、ヘッドホンつけて聞くと、2倍楽しいっていう動画になってるんでね、結構頑張って作ったんで、これもしかしたら、ハマる人にはハマるんじゃないかな。でも著作権の申し立て来てるんですけど、これがまだよくわからない著作権の申し立てでね、よくわからない申し立てなんです。いろいろ来てるっていうね。こういうのは多分ね、嘘くさいなと思いながら、まあ別に、これで収益化するつもりもないので、まあ、消されないうちに楽しんでいただければと思います。これももしも好評だったら、これがね、視聴回数1000ぐらいいったら、1000がちょっと言い過ぎかな。500ぐらいでいいかな。なったら、フルで作りたい。これショートバージョンなんで、まだ。
フル作りたいなとかって思ったりしてます。まあね、さっき上げた風に動画も上げていくんですけども、クターとかね、焼きつくとか、未だに動画に上げてないけど撮影しただけ のファイルとかもあったりするんで、その辺もこうできれば上げていければとは思います。てな感じで、はい、アナリティクス700人突破記念でした。こんな感じでいいかな。なんかね、あんまりこうやるぞやるぞみたいなところを示せないのがちょっとダサいんだけど、仕方ない。今ちょっとこの700もうちょっとなんかこう面白いことやりたいなと思ったけど、土日体力回復に努めちゃったね。何かやりたいなと思いながら、土日もやっぱりあーとかと、アークをちょっとやるかみたいな感じで過ごしちゃったんでね、チャリの修理とかしてたりしてね。なんでまあこんな感じで動画上げていきます。こんな感じ、ちょっとあの上がりきらない、エンジンかかりきらない感じでぼちぼちやっていきます。あんまりこう期待しないで見といていただければいいんじゃないかなという感じです。なんとかね、実習を終えた暁にはちょっと成長したアザラシをお見せできるんじゃないかなと思います。しんどいけど頑張っていきます。皆さんもね、まあ今めちゃくちゃ暑いけど、まあもうちょっと台風来るのかな、まあ暑いけど頑張っていきましょう。コロナで大変だけどね、コロナで大変だし暑いし、もう冬もどうなるかわからないけど、まあ周りのことに流されず、自分は自分のことをしっかりやっていくっていうことが大事かなと思います。もしかしたらね、こうやって聞いてる人の中にも受験生がいたり、大学1年生でね、全然大学に行けてないっていう、そういうような人たちもいるかもしれないですけども、まあね、大事なのは自分なんでね、自分を律して、自分を中心に世界が回るというかね、世界がどうであろうと自分は自分のできることを淡々とやっていく。そういう風なありようでありたいですね。てなことで、新しいアナリティクスの700人突破記念でした。800もね、なんかどう、まあ多分アナリティクスだかな。多分アナリティクスになると思います。そんな感じで、ちょっと長くなりましたが、話を聞いてくれてありがとうございます。まあ頑張っていきましょう。ほなまた。